神様なんていない。人が夢を忘れ信じる心を失いかけた、そんな時代、目に映るものしか信じられなくなった人々の前にその姿を現すようになりました。世に言う神様降臨です。無数の神様が降り立ち、各地で混乱を巻き起こしました。それに伴い国家レベルでの対応を図ることになります。混乱の最中、特別法案、通称八百万阻止法が成立し、事態が収拾の一途をたどるかに思われました。が、しかし、全てをひっくり返すように後からやってきた天照大神が皆に告げました。人の世を知らない我々は幼子も同じだと。天照様は教育の必要性を訴え、その場を用意するよう命じます。これにより神様教育法が制定される運びとなり、各地に神様教育特区が作られました。神様たちは人と共に学び、親しみ、心を通わせて、そんな神様降臨から1年ちょっと、人と神様の異文化交流はさらなる発展を遂げていこうとしています。
次のライブも楽しみにしててね。いらっしゃいませ。お一人様ですか？お一人様ですね。どうぞこちらの席へ。もしかしてこういうお店初めてです？うちは正真正銘本物の神様喫茶ですよ。あたしアマウズカグラって言います。雨のうずめの分け見たまなんだけど、わかるかな？初めてかも。今日はラッキーだったりして。いつまでもおしゃべりしてたら店長に怒られちゃう。ご注文何にする？いえ、まずくないけどね。いいと思うよ、アイスコーヒー。うん。
でもでも、せっかく神様喫茶に来たのに、アイスコーヒーじゃ普通すぎてつまんないかなって。なので、一番人気の神様オムライスはどうかな？私のおすすめだよ。なんと、神様がオムライスに字を書いてくれます！それだけって言うけどね、神様なんだよ。ご利益すんごいんだよ。御朱印よりありがたいんだから。やったー、神様オムライス入りました。神様オムライス入りました。お待たせしました。アイスコーヒーと神様オムライスです。さあ、どんな文字を書きますか？何でも OK ですよ。すぐに思いつかないようなら、神様にお任せしちゃうのもありですけど。マウズカグラ、いざ参ります。萌え萌えキュンキュン、おいしくなーれ、おいしくなーれ。まあまあ、ここからが本番だからよーく見ててね。神様オムライス出来上がりでーす。文字はお任せだったから私のサインにしてみました。よかったらファンになってくれると嬉しいな。てへへ、ケチャップだと潰れて読めないね。じゃあハートマークのおまけしちゃおう。それじゃあ、ゆっくり楽しんでいってね。
カグラちゃん、今日も可愛いよ。もっとサービスして。ありがとう。でもこれ以上は見せないもんね。それじゃあ行くよ。ちゃんの脱衣きた。それは大丈夫だよ。だからまた遊びに来てね。神楽でいいよ。君は謝らなくていいよ。ああいうの割とよくあることだしね。ステージが盛り上がるとついつい抜いちゃうんだよね。それで
いつも店長に怒られちゃうの。ほら、私ってば雨のうずめの分け見玉でしょ。そのせいか、みんなに喜んでもらおうって気持ちが高まると、あんな風にえいやってやっちゃうの。今の時代そういうのはダメだって分かってるんだけど、ステージが乗ってくると忘れちゃうんだよね。全然大丈夫じゃないんだって。同僚の神様たちに迷惑かけちゃってるし、店長には毎回怒られてるし、また減給かな。ああ、でも今日はヤマトがステージに乱入してくれたから、店長の怒りの矛先がそっちに向いたので、私はセーフでした。てへっ。ごめんね。もう。お店の外なんだから、そういうのをやめてほしいな。だからそれ、その丁寧口調を友達と話すみたいに普通にしてよ。よろしい。覚えたよ、ヤマトのこと。次はちゃんと最後まで私のステージ見てね。
ら。ヤマト君、おかえりなさい。